ビディのパッケージビディはインドのタバコ。刻んだタバコの葉が筒状に丸められたボンベイ国産の葉、またはビディリーフツリーの葉で巻かれている。一方の端は糸で縛られる。ビディの名はマールワーリー語のビーダに由来する。これは金馬の実、ハーブ、スパイスを包んだ葉を意味する。ビディは南アジア、一部の中東では伝統的なタバコの楽しみ方であり、 今日でも安上がりなタバコの楽しみ方として、インドで広く受け入れられている。ビディの消費量は、その他一般的な紙巻きタバコをしのいでいる。一方でこのビディを巻いている葉が、ニコチン、一酸化炭素、タールの流入を助長し、高校眼理観のリスクを高めている。ビディは2008年のインドにおけるタバコ消費量の48%を占めている。他の喫煙方法と、 同様、ビディはある、種の癌、心血管疾患、呼吸器疾患に罹患するリスクを高める。ビディは、他の方法による喫煙よりも多くのリスクをもたらす、可能性がある。マンガロアガネーシャビディインドのタバコ生産が始まった17世紀、グジャラート州のタバコ産業の労働者があまりものの、タバコの葉を持ち帰り葉っぱで巻いたことが、ビディの始まりとなった。この当時は、 マメ科の植物の葉が使われていた。1899年、グジャラート基金の最中、モハンラル、ハヤゴービンダ、パテルの兄弟がジャバルプルへ鉄道建設従事者として移住した。そこで彼らはその地域に自生するボンベイ国端の葉が、タバコを巻く葉として、理想的であることに気がつく。彼らは小規模なビディ生産工場を設立した。ビディは1901年に、 豆科の植物を使ったものが、ハリバイデサイによって、商標登録されている。1902年には、マハンラルトハーゴー・ビンダがボンベイ国ンを使った、商標を取得した。1930年代に入ると、ビディ産業は急成長を迎える。原因としてまずは、タバコの生産量が増えたこと、そして、ガンジーが、国内産業と国産製品を推進する運動が、 ビリ産業の成長を後押しした。知識層が紙巻きタバコよりもビリを好んでいた時代である。しかし現代においてはむしろ貧困者のタバコというイメージが共有されている。イスラム指導者の中にも紙巻きタバコを西洋文化だと聞きひし、ビリを進める者がいる。20世紀の半ばまでにはビリ製産業は高い競争力を持った産業へと成長し、 たくさんのビディブランドが生まれた。この時期には、工場は、マキデとして100名の男性従業員を抱えるというような状況であった。1940年代、50年代、60年代と、規制が強化されると、ビディの工場生産は衰え、ビディ生産は女性の仕事として、家内工業へと生産の場を移す一方で、ビディ産業の製造を除く周辺の仕事には、 男性が従事し続けている。ありがとうございます。